キラの人生が壮絶すぎると話題のみんなの反応集。この動画は機動戦士ガンダムシードフリーダムの重大なネタバレが含まれています。ではどうぞ。キラがデスティニーと違って心の弱さ見せたのは良かった。キラが種時代みたいになってたのに。キラここまで回復したんだって嬉しくなった。挑戦としてるだけじゃなくてちゃんと感情出して吠えて本気で戦ってるキラも、友人として向き合ってるアスランも、そしてちゃんと活躍して強くて真らしいシンとデスティニーが見れてよかったよ。20年来の呪いを解いてもらった気分だ。君らが弱いから全部自分でやるしかないんだ。おキラに言わせたのは本当に良かったと思う。あの辺のやりとりで泣けてきた。言えたじゃねえかってなった。そしてこれ言うのも仕方ないよなって境遇だったのもなしから、種子本編。種で受けた心の傷が深すぎる。お、種子で心に鞭打って戦いすぎ。これキラに勝ってるアスランと真の前で言うのなんかただ単にそういうことじゃねえんだなってなるの好き。やっぱ料理に失敗しただけで素材はめちゃくちゃ良かったんだなって、こういう順勝が見たかったんだよ。キラ、このバカ野郎、俺の方が強い。キラってやっぱりメンタル激弱だよな。学生時代から僕しか戦えないんだ、僕が戦わなくちゃで、それが未だに続いてたからね。年齢的にはまだ学生やってても普通なんだよな。しっかりとラクスの可愛いところとかけなげなところを見れたのも良かった。アグネスにやたら絡まれてて心底うざそうな順勝。完全に無気力なうつ病患者だったもんね、種子キラ。種から最終回まで見るとそりゃ仕方ないよねってなる種子キラ。療養生活してたら暗殺部隊来たから仕方なくだし。本当に必要だったのはアスランとの殴り合い、一方的にボコられるだったとは。一応無印の時は殺し合いはしてたが、放送時はこれなんかちゃんと終わってねえだろって感じなのがあれだったので、追加シーンで納得して、今日の劇場版でこれでいいんだよってなった。これが20年後じゃなくて2年後に公開なら文句なかったけど、20年後だからこそこの出来になって満足できたのかもと思わなくもない。いやさすがに20年は長すぎだけど、でもラクス夜勤明けにあの量の揚げ物はちょっと。同じ機体使って同じ敵と戦ってアスランは互角でキラさんはボッコボコで2敗してるから、今回で明確にパイロットとしてはアスランが最強ってことになったな。あとちゃんとディスティニープラン否定してたの引きずってくれてたのが良かった。解決案示さず最強機体に乗りながらしたり顔で否定してたのすごくモヤモヤしたから。後半すごいパワー展開ではあるけど、ちゃんと今までの積み重ねで気になってた部分解消してくれたからむちゃくちゃ満足だよ。ラクスもだいぶ元のラクスに戻ったよな。種子ラクスなら絶対陰謀地味立て回ししてたのに、今回はそんなこと一切なかった。種子ラクスは議長がそっくりさん作って療養生活送ってた自分たちを暗殺しようとしたから、そらそうなる。その前からいろいろやってなきゃいろいろ説明つかんだろ。特に兵器関連、順勝エンディング直ってよかった。傲慢というか責任感というか、もっと人に頼れキラヤマト。だってみんな弱いじゃないか。この、バカ野郎。いやでもあのフリーダムはだいぶ傲慢だと思う。なんなのだろう、あの雷は神にでもなったつもりだろうか。心情がだいぶわかりやすくてよかったよね。みんなが弱いから。わまあまあ正しいのに言ってるそばからアスランがボコボコにするから、なんかギャグみたいじゃん。アスランが面白いことする映画だからな。なんならあそこですぐボコされなかったら順勝腐り果ててたと思う。時間もないから速攻で叩き直してくれて助かった。キラってスパコだけあって身体的なポテンシャルはかなり高いんだけど、技術的な面が点でダメというか知らない。だから一般兵くらいでもちゃんと訓練してる人の相手は厳しいのかね。キラが弱音を吐けるようになった程度には状況が改善されてる。本編で真にキラさんって呼ばれててなんかほっこりした。キラが煽ってなきゃオーブなくなってたな。急に半年前のフリーダム強奪事件とか言われてびっくりしたわ。二
二人の喧嘩を仲裁しようとしたら二人から殴られるシーンのとこいいよね。キラは精神的に疲弊してたとはいえラクス信じられなくなったけど、ラクスは一貫してキラ信じてるのが良かった。ラクスがもっと積極的にキラを押し倒しとけば少しは精神状態マシだったのかもしれない。ラクスを幸せにしてあげられない自分に嫌気がさしてたとか、そういう方向性の闇だったんだなって。アスランがストフリ使うのも意外だったな。アスラン本当に強すぎない？てか、かっこよすぎる。ラクス本当にキラのこと好きなんだなって、すごい身持ち固くてよかった。ゲアを完全ブロックしてたな。ラクスはキラ大好きだし、ルナもシンのこと予想以上に好きだし、アスランは想像の遥か上でカガリのことをいやらしい目で見てる。ラクスがちょこちょこ海外引くキラに差し入れ持っていこうとしてたり、かなり好き好き感出てたよね。ラクスに煽られて襲えないのがゲアすぎて最高だよ。ウルフェ、キラがスーパーコーディネーターなのにアコード連中から失敗作扱いされて、それの失敗作のカナードや資金集めのパトロン集め、クローンのクルーゼやレイからしてみればどんだけメンデルがヤバいかわかる。キラだけじゃなく、シンもフラが一族のキューピーにやってて、エースパイロットみんなキューピーにできそう。キラとブラが一族は今までキューピーにやってたけど、シンやラクスもやってたのは初かな？アコード連中もやってるから、ある種の能力なんだろう。おそらく意識共有能力だな。マイティストライクフリーダムガンダムか。シエンツと合体することでビーム系武装全部ライフル、カリブス、ラケルタの出力が大幅上昇し、ガクのビームも使えるようになる。尺を収めてるように見えるけど結構謎テクノロジーとかキャラの心情に唐突性がありな部分も多いから続編やるんじゃないかなと思ったわ。終わるタイミングもちょっと世話しなかったし、もう少し後日談とか見たかったな。なぜに本当？と思ったけど、確か最新のアストレイで破壊不能レベルのレアメタルあった気がするからそれ使ってるのかな。まあでも世界は平和になってないから解決はしてないんだよな。一度滅びた方がいいわ、あの世界と再認識した。公開まで乗り換え期待隠したのはさすがだわ。かつてのプロビの時みたいであっぱれ。 CE の争いはまだまだ終わることはない。今後もヤバいこと起きまくりだろう。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。